アルガルベサーキットペンカメライコール遠藤サトシ、モ GP クラスの新人、ガスガスのペドロ・アコスタ、19、スペインが、デビュー2戦目で3位表彰台に上った。最高峰クラスでは、全身の 500cc を含めて史上3番目に若い、19歳304日での小モテ正代。予選7番手からはな走りで実力者を次々と抜き去り、 最終週には先行者のトラブルによるリタイアという幸運も舞い込んだ。プラマックのホルヘ・マルティン、26、スペインが今季初優勝を挙げ、ランク首位に浮上。元には MSI のオグラ・アイ、23、が5位でフィニッシュした。アコスタが、まだ幼さの残る顔をくしゃくしゃにして喜んだ。どう言っていいのか、言葉が見つからない。 新しいカテゴリーで新しいバイクで、まだ2戦目。本当に嬉しい。咲く木本二王者として期待に違わぬ走りを見せ、元 GP で初めて立った表彰台で喝采を浴びた。予選7番手から前日のスプリントは7位に終わったが、決勝では力強いペースを刻んだ。序盤は同じマシンに乗る KTM ワークスのブラッドビンダー。 ジャック・ミラーとバトルを繰り広げ、次々にパス。これで流れをつかむと一気にペースを上げ、マルク・マルケス、フランチェスコ・バニャイアという新旧王者二人を抜き去った。4番手を走行していた最終週には、予想もしていなかった幸運が転がり込む。スプリントを制し、この日も2番手を走っていたマーベリック・ビニャーレスが、マシントラブルで点灯リタイヤ。 マーベリックの点灯を見て、これは失敗できないぞ、と思った。それまでは4位で OK と思っていたんだけどね、と、驚きながらも歓喜のゴールへ飛び込んだ。スペインのムルシア出身、数々の記録を打ち立て元 GP に昇格した。元さんに初めて挑んだ2021年に6勝を挙げ、史上2番目の若さ、17歳166日。 でタイトル獲得。昨年は元にで7勝を含む14回の表彰台という圧倒的な速さを見せ、こちらも史上2番目の若さ、19歳171日で王座についた。今期第10戦ドイツ GP、7月7日決勝までに勝てば、マルク・マルケスが13年に達成した最高峰クラスの史上最年少優勝記録。 20歳63日を更新できるもし体官まで果たせば同年のマルク20 266歳26 6日を上回る史上最年少王者となるまだチャレンジは始まったばかりだ今回は素晴らしいレースができたけど次はダメかもしれないし走りとは似ても似つかない慎重な発言だが今後の活躍にますます期待が膨らむ。